皆さんこんにちは。今日は日本の芸能人をご紹介したいと思います。ジム・キャリー、三木清隆、イ・ビョンホンに似ていると評されます。この方は原田泰造さんです。原田泰造さんは1970年3月24日に生まれ、日本東京都出身のお笑いタレント、俳優です。お笑いトリオネプチューンのボケ担当で、相方は名倉潤、堀内健さんです。1990年、高校時代の友人を誘い、当時のアルバイト先の居酒屋紫にちなみ、パープルンという名でお笑いコンビを結成し、渡辺プロダクションのオーディションに合格しました。しばらく活動していたが、すぐに解散となりました。新しい相方を探していたところ、オーディション時に一緒で当時ピンで活動していた堀内健さんに目が留まり、原田から声をかけ、1991年堀内と通す限りのラブホテルから命名したフローレンスを結成し、1993年に元ジュンカッツで先輩の名倉潤さんが加入し、お笑いトリオネプチューンを結成しました。ネプチューンはフジテレビタモリのスーパーボキャブラ天国に出演後、原田さんはショートコントのホストのアキラ役として人気向上しました。